前回のあらすじ、ダービージョッキーに上り詰めた熊沢ジョッキー。さらにイギリスダービーも制し、一気にその名を轟かせたが、武豊の壁はあまりにも高くリーディングへの道はまだまだであった。94年、まずはベガオアジアマイルチャレンジに。琵琶早日では古馬王道路線を。ウイニングチケットは世界の芝レースを転戦。成田ブライアンはクラシック三冠路線。桜ローレルは欧州決闘なので欧州三冠を。エアダブリンはまず重賞勝ってから海外のアキス G1 狙い。騎士アマゾンは欧州オークス三冠を目標に。鳥海キャロルは牝馬三冠を目指して。2歳勢はダンスパートナー、フラワーパーク、マヤのトップガンの3頭を中心に。とりあえずこんな感じで行きたいと思います。海外ヨークに関しては迷うところ、スキップアウェイで米国三冠を狙うのもありだが、国内クラシックに熊沢さんが乗れなくなってしまうので決めきれない。だいぶ悩んだ結果、今回は見送ることに。さあそして初重賞の騎士アマゾン。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭は騎士アマゾン。残り 200m。先頭は騎士アマゾン。エアブロンド。必死に追います。2番手はエアブロンド、シアマゾン。この馬で決まりか。難なく重賞発生派。ゴール。段違いの強さです。これで海外遠征が行けるようになったので、予定通りに欧州オークス三冠を。シアマゾン、エアブロンド2着止まり。しかし何とか面目を保ちました。シアマゾンのローテーションはこんな感じで行くことに。そしてウイニングチケットはペガサスワールドカップターフに出走。ウイニングチケットはルアーに続く2番人気。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m。 日本と世界意地のぶつかり合いだ。ルアー粘り込みを図ります。2番手はウイニングチケット。やはりルアー強し。1着でゴール。ルアー1着、2着にはどうやらウイニングチケット。立ったのはさすがにそう簡単には勝たせてくれないか。そして桜ローレルの初重賞、まずは海外遠征をするための実績作り。桜ローレルは1番人気。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った。あっという間に先頭に立った桜ローレル。先頭、引き離しにかかる。2番手はセイウンメドレー。手応えは悪くありません。前を捉えられるか。2番手は名村国王。ここは完勝。今ゴールイン。段違いの強さです。桜ローレル1着、2着は名村国王。1番人気に応えました桜ローレル。桜ローレルはこの後欧州遠征へ。こんな感じのローテーションで行こうと思います。そしてアジアマイルチャレンジのため、ベガはフューチュリティステークスに出走。3歳勢はクラシックトライアルへ。おや、スキーパラダイスがいる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カバを一気にちきります。2番手はスキーパラダイス。ここは完勝。ベガ今ゴールイン。段違いの強さです。ベガ1着、2着はスキーパラダイス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。次走はドバイターフ。なかなかに強敵が来そう。騎士アマゾンと桜ローレルは海外の経験を積ませるためにオーストラリア遠征。前はニュースサンダース。2番手はラシアンルビー。ミッドナイトカット3番手。残りあと 400m。 長い直線、ここからどうか。ニュースサンダース。
先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はシアマゾン、残り 100m、 シアマゾン先頭、2番手はクラウンエリート、シアマゾン海外初戦を見事に勝利、完勝。シアマゾン1着、2着はクラウンエリート、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ続けてサクラローレル、12番人気と全く人気がないが、果たして位置取りはだいぶ後ろだが、そこから差し切れるか。メテオハピネス3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はジェントルガリーナ、ジェントルガリーナ先頭、2番手はクリムゾンバンド、クリムゾンバンド迫る、クリムゾンバンド、クリムゾンバンド追い込んできたが、ここは届かず。果たしてどっちが勝ったのか。だが次に繋がる敗戦だと信じよう。ウイニングチケットはシーマクラシック、ベガはターフへそれぞれ出走。そしてヤダグリーンも欧州適性を生かしてアイルランド遠征を予定。ウイニングチケットは2番人気。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日米王者の争いだ。あと 200m、 ウイニングチケット完全に独走態勢です。これは強い、これは強い。2番手はフレイズ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ウイニングチケット1着、2着はプレイズ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ウイニングチケット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さすがはウイニングチケット、ここは強さを見せつけて勝利。続けてベガ、ルアー、パラダイスクリークがいるな。特にルアーは強敵。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってルアー、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ベガまだ後ろ、ちょっと厳しい。これはきつい。一気にアルカング、外から一気にパラダイスクリーク、ルアー、ルアー、やはりルアー、2着は微妙です。勝ったのはルアー、見事な勝利です。残念ながらアジアマイルチャレンジ完全制覇はならず。次走は香港、チャンピオンズマイル。そしてヨークの誕生。そこまで強い馬は出てきてなさそうだが、肌馬としてはなかなか期待値が高そうなのがちらほら。繁殖入り後が本番か。そして技術海岸をゲット、どんどん使っていって熊沢さんの能力アップしていこう。そして今の能力がこんな感じ。大レースの特性がついていていい感じ。あとは基礎能力を徐々に上げていけば十分リーディング争いはできるのではないか。今年は古馬王道を歩む琵琶林で、まずは大阪杯。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって琵琶林で、琵琶林で先頭、残り 200m、 琵琶林で先頭だ。残り 100m、 琵琶林で差を広げる。2番手はムッシュシェクル、琵琶林で今ゴールイン。段違いの強さです。ビワハヤヒデ1着、2着はムッシュシェクル、これが世界の実力だ。ビワハヤヒデ、北斗ベガ、桜千歳をなどものともせず圧勝。次走は天皇賞春、そして桜花賞に鳥海キャロルが出走。大気ブリザードはまずは重賞勝ちを目指してニュージーランドトロフィー。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭は大気ブリザード、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はシンボリキャッスル、大気ブリザード1着、大気ブリザード完勝。大気ブリザード1着、2着はシンボリキャッスル、大気ブリザード見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
そして桜花賞、オグリキャップの妹オグリローマンが一番人気、鞍上は武豊。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。ちょっと位置取りが怪しい。先頭はオリーブエイブル、オリーブエイブル先頭。2番手はケンマローマン、残り 200m、 オリーブエイブル先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。オグリローマン、ローブモンタント追いすがります。オグリローマン1着、さすがは竹豊。2着にはどうやらローブモンタント、オグリローマン G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。境界キャロルは 3,4 着か。境界キャロルは3着、うーむ。オークスでリベンジと行こう。そしてここでローテーションの組み直し。騎士アマゾンは NHK マイルに行くので、待機ブリザードはアメリカ遠征を。こんな感じにアメリカの芝レースを。さあシャドウロールの怪物の出番だ。4コーナーカーブから直線コースに向かって、大外から一気にまくってきた成田ブライアン。先頭は成田ブライアン、成田ブライアン先頭、成田ブライアン差を広げる。2番手はミラクルコメット、完勝。ここから怪物伝説が始まる。成田ブライアン1着、2着はミラクルコメット、成田ブライアン完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。そしてクイーンエリザベス2世カップ、ウイニングチケットが出走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭はウイニングチケット、あと 200m、 後続を引き離しにかかります。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はサンライル。ここはぶっちぎりの勝利。ウイニングチケットぶっちぎりです。ウイニングチケット1着、2着はサンライル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ウイニングチケット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そしてチャンピオンズマイルにベガ、再びのルアーがいるな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここからさせるか。意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はルアー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はベガ、残り 100m、 ルアー差を広げる。2番手はベガ、ルアー1着、やはりルアー強し、完勝。乾杯だ。ルアー1着、2着はベガ、勝ったのはルアー。ベガでルアーに挑むのは無茶だったか。さすがは大種ボバダンジブの代表産駒、半端ねえ強さ。種付けは例のごとくスキップして、青葉賞にエアダブリンが出走。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はテンマナイト、桜トリガー先頭。2番手はウィンドフィールズ、追いすがる。やはりエアダブリン先頭だ。あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はグロリーブリザード、ここは完勝。この後のアイルランド遠征に勢いをつけれたか。2着はグロリーブリザード、エアダブリン見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。そして天皇賞春、琵琶早日では一番人気。さあいよいよ直線の攻防、早くも先頭のビワハヤヒデ、ビワハヤヒデ突き放しにかかります。2番手はムッシュシェクル、あと 200m、 ビワハヤヒデ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。やはり強いビワハヤヒデ、ビワハヤヒデ、ビワハヤヒデ1着、2着にはどうやらアイルトンシンボリか。少しやっとしたが何とか勝利。これが世界を制した実力だ、ビワハヤヒデ。タイムは3分19秒8か、北サンブラックのレコードが7秒早いから恐ろしや。そして足毛のアイドルホースはやめてくれ、足毛イコールアイドルホースではないから。イギリス2000ギニーに桜ローレル、NHK マイルに騎士アマゾンが出走。
正直マイルは適距離ではないが、そこは能力でカバーしてくれるのを祈ろう。前はムーンライトフロンティア、オータムブリッジ、ほとんど差がありません。3番手に桜ローレル、絶好の手応え。これは意外といけるか。桜ローレル、先頭。2番手はタートルアイランド、先頭を捉えるか。やはり桜ローレル、先頭だ。タートルアイランド、抜けた。桜ローレル、追いすがります。タートルアイランド、1着。タートルアイランド、1着。2着にはどうやら桜ローレル、勝ったのはタートルアイランド、見事な勝利です。まあここは致し方なしか。だが本番はここから。ここはオグリローマンが一番人気か。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは藤野マッデンオ。しかし後続の足色もなかなかいい。これは微妙な位置取り。藤野マッデンオいっぱいになった。あと 200m、 先頭はオグリローマン。尾行ペガサス必死に追いすがります。2番手はローブモンタント。やはり強いオグリローマ。追い込んできたが届かず2着にはどうやら。この辺は騎手の腕の高。オグリローマンに追うか、 NHK マイルを取られてしまうとは。さすがは武豊といったところか。そしてオークス、リベンジせねば。鳥海キャロルは2番人気。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。位置取りはなかなかいい感じ。変わりました。先頭は天馬ローマン。先頭。2番手は鳥海キャロル。先頭を捉えるか。残り 200m。 先頭は鳥海キャロル。一気に捉えるか。アドマイヤピット、アースアザミ抜けた。アドマイヤピット追いすがります。アースアザミ1着。2着にはどうやらアドマイヤピット。これは驚きました。アースアザミ間違いありません。なんとアースアザミ。これは超絶荒れた、わら。3連単40万超え、これはかなりの高配当。馬券的には面白いが、レースには負けてしまったのは残念。オークスは残念だったが、次はそうはいかない。成田ブライアンの日本ダービー、そしてアイルランド2000ギニーにエアダブリン。マイルはあってはいないが、とりあえず欧州適性を生かしてアイルランド3冠狙いで。前はマックスミラー、まだ粘っています。クリムゾンハード、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってタートルアイランド先頭。残り 200m、 タートルアイランド先頭。2番手はジャスミンアライブ。まあここはこんなものか。距離が足りなすぎたな。タートルアイランド1着。2着はファーストトランプ。勝ったのはタートルアイランド。見事な勝利です。掲示板に乗れば十分、むしろよくやった方。さあここが本命の日本ダービー。熊沢さんは遠征してるので乗り変わってはいるが問題ないだろう。さあ世代の頂点をかけて、さあ先頭に立ったのはオペラジョニー。先頭。2番手はミラクルコメット。先頭を捉えるか。早くも先頭に立つ勢いの成田ブライアン。あと 200m、 成田ブライアン余力は十分。さらに引き離していく。2番手はイーデライナー。成田ブライアン圧倒的強さ。さすがはシャドーロールの怪物。圧倒的な強さを見せました。成田ブライアン1着。2着はイーデライナー。成田ブライアン2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ。夢の3冠まであと一歩に迫りました。7馬身差の圧勝。そしてベガがアジアマイルチャレンジ最終戦、安田記念に出走。サイエダティ、桜千歳を渡りが要注意か。さあ直線に入りました。これからの勝負、日本と世界、意地のぶつかり合いが。大阪から一気にベガが来た。さあ先頭に立ったのはクラウンシティ、ベガ先頭。2番手はクラウンシティ。あと 200m、 ベガ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はサイエダティ、ベガ1着。ここでは負けられないベガ、単独の勝利。これが最強アジアマイルチャレンジは無勝止まり。マールアーが傷んじゃいた、仕方なしか。サイエダティ、桜千歳を撃破。
さあイギリス遠征だ。ウイニングチケット、騎士アマゾン、桜ローレル、頑張ってくれ。まずはウイニングチケット、ユーザーフレンドリーとランドがいるくらいかな。ここで先頭に立った、シェマタ、後続馬も足を伸ばしてきました。残りあと400m、長い直線、ここからどうか。先頭はウイニングチケット、ウイニングチケット、先頭です。引き離しにかかりました。2番手はシェマタ、後続は大きく離れた。2番手はウォータラーム、完璧です。ここは圧倒的な強さを見せました。ウイニングチケット1着、2着はムータラーム、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ウイニングチケット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。続けてヒシアマゾン、3番人気のヒシアマゾン、ここは期待したい。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭はジャスミンフリー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあここから自慢の末脚爆発だ。残り 200m、 先頭はワンデスタ、シアマゾン先頭です。このまま押し切るか、シアマゾン、差し切った、シアマゾン今ゴールイン。段違いの強さです。シアマゾン1着、2着はサファリバック、これは欧州オッズ3冠期待で勝利を収めました。シアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。海外遠征の特性もゲット。さあ桜ローレルの出番だ。キングズシアターがいるな。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったスプリングウェル、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は桜ローレル、あと 200m、 後続を引き離しにかかります。これは完全に独走態勢。大きく離れた。2番手はロブズベル、イギリスダービーを楽勝するとは、これは欧州三冠で勝負か。自走のキングジョージが楽しみだ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。桜ローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ次は上半期の総決算、宝塚記念。宝塚記念に琵琶早秀が出走。ここを勝てば春子馬三冠制覇だ。いよいよ直線の攻防、ここで先頭に立った琵琶早秀、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はアリスハーリー、後続は大きく離れた。2番手はアリスハーリー、琵琶早秀独走、琵琶早秀ぶっちぎりです。琵琶早秀1着、2着はマチカネタンホイザ、琵琶早秀大阪杯天皇賞春に続き春の小馬三冠を完全制覇。隠して94年上半期は琵琶早秀の春子馬三冠で幕落としたのであった。次回イギリスダービーを制し、その勢いで欧州三冠を狙う桜ローレル、そして欧州オークス三冠を狙うヒシアマゾンは果たして、そしてリーディングの行方は。